はい、皆さんお疲れ様です。コメです。今日はですね。あのビッグモーターの続報なんですけどもまあ、日経新聞からのね。あの記事になります。でね、えっとビッグモーターがですね。あの銀行にですね。90億円の融資をお願いしてたみたいなんですけれども、なんとですね。それがですね。見事にお断りされてしまいました。まあそうでしょうね。って感じなんですけどね。まあ、ちょっとね。記事を見ていきたいと思います。ビッグモーターに90億円借り換え。応じず銀行団が伝達。中古 中古車販売大手ビッグモーターへの融資をめぐり銀行団が借入金90億円の借り換えに応じない方針を伝えていたことが14日分かった保険金の不正請求など一連の不祥事で顧客離れが進み融資を続けることのリスクが大きいと判断した同社も銀行側の方針を受け入れ週内に期限を迎える借入金を返済する方向だ まあ返済でできるんですかねちょっと微妙なところなんでしょうけどビッグモーターは10日に都内で金融取引金融機関と会合を開いた。同社は 足元の経営状態を説明したという、まあ、これ、あのちょっとね、有料記事なんで、これ以上というのはちょっと見れないということになってるんですけども、まあ、経営状態っていうのは、むちゃくちゃ悪いと、な、ま、ん、あ、せお客さんが入ってないんですからね、この手元の現金資金っていうのが本当になくなってるっていうのはね、もうあの容易に想像できますし、な、ま、ん、あ、といってもやっぱり今後ね、これがちょっと回復するっていうことは、まず考えられないっていうところがまあ,あるんじゃないかなと思いますね。まあ、多分そうういいったた話を、ね、しんんじゃないかなかと思うんですけども ねあのまあ、この90億円、この何のお金かって言ったら、ですねあの週内に期限を迎える借入れ金の返済ってあるんで、まあ、銀行にねあの、お金を多分返さないといけない、週内にお金を返さないといけない、まあ、そのためのお金を貸してくださいっていう。まあ ま,あまた貸しというのあ借りたお金でお金を返すってこうの最悪のパターンですよね、銀行がいちば番嫌がるパターンなんですけどもまあただ、の今のねビッグモーターにですね金貸すなんていうのはちょっとリスクが大きすぎますし本当にドブに金を捨てるようなもんと言われても仕方がないですよね。 まあ銀行自体としてもですねまあ当然、ちょっとそれはっていう感じでしょうし嫌でしょうしまあ銀行にもこの株主がいるんでこれもし、ですねこのさらに貸しましたと90億円貸しましたってなった後に倒産してしまったりしたらですねこの株主からですねこの経営者は責任を問われるでしょうからまあもちろん、多分ねあのこの この融資に関してはですねもう経営側もですね当然タッチしてるでしょうから支店長とかの、ね、判断とかで決めるような話では全然ないでしょうからね、まあ、その辺はねやっぱりもう株主のことを考えてもですね、まあ、貸さなかったっていうのはこの当然の結果かもしれないかもしれないというか、まあ、当然の結果だったでしょうね。でじゃあこれからねあのビッグモーターこうどうなっていくかっていうとですね、まあ、ほぼほぼねあの自力再建の道っていうのは断たれてしまいましたね。ねねだから現経営陣でのです、ね、あの元々のす 創業者じゃなくて新しい経営陣ですね。まあ、その人たちでのその自力債権っていう可能性っていうのはねもうなくなってしまったと言ってもいいじゃないいいんじゃないかなと思いますね。まあ、銀行のこの判断っていうのはですね。 あのー、もっとある意味、もう倒産するならしてもいいと、もう。それでも仕方ないっていうことだったと思います。で、もう今までね。ほんと貸した金が返ってこなくても、もう仕方ないっていうことだと思うんですけども、よくね。あのまあ、銀行はね。晴れた時には傘を貸して、あの雨が降ったら傘を取り上げるみたいなことを言われるんですけども。まあ、まあ、実際ね。本当にその傾向ってあるんですけども。今回はね。あのそれとはちょっと違いますね。もう明らかにこう銀行側も騙されてるんで、もう。これはね。もう貸し剥がしとか。なんか絶対悪いことじゃなくって、まあ、当然。もう銀 銀行としてはですね。もうこうあるべきだったんじゃないかなと思いますね。で、ビッグモーターにですね。残された道としては、もうあの倒産をするか、あの買収されるかまあ、少なくともですね。ま銀行なんかの外部からですね。経営陣を入れて、まあ、縮小した上でですね。あの、もうやっていくっていう形もしかしたらあるかもしれないんですけど。まあ最後のはね。ちょっともうないかなという気もしますね。まあ、こんだけあのー。 ま顧客の信用がなくしてしまっているとですね、この中古車販売っていうこのビジネス自体が多分成り立たないと思います。で、まあ売るにしても買うにしてもですね、もうこれだけちょっと悪評が立ってしまうとどうですかね、このビッグモーターって名前がついているところでちょっとじゃ。 車を買おうかとか売ろうかとかやっぱそうならないと思いますよね、この,この部品、まあ、車検とかもそうですし、この部品交換しましたって請求だけ来て実際してなかったっていう話がねこれがじゃあ実際どのくらいなのかっていう数はちょっとわからないんですけども,もうそういう噂が立ちまくってるんで多分、普通に考えたらですねこのもうビッグモーターにちょっと関わろうっていう人はまあほとんどいないと思うんで、まあ、ビジネスとしてやっていくのはねかなり難しいんじゃないかなと思いますね。で もね、この名前を残しての,その再建。 あの立ち直りりをするっていいいうのはかなり難しいと思いますでビッグモーターはですね本当正直このままなくなっていくと思いますしこの銀行の判断っていうのはですね、まあ、当然ですけど、まあ、あの当然だったのかなと思いますねでやっぱりね一番気になるのが創業者一族あの、まあ、社長さんと元社長さんとですねあの息子さんなんですけども、まあ、これねどうなるかっていうところなんですけども、まあ、結構言われてるのがですね、まあ、経営から退いてですねこの爆裂 莫大な財産を持って。 まあ泥船から逃げ切ったんであとは一緒に遊んで暮らせるとか言われてるんですけれどもこれね私ね個人的な見解としてはですねそうはならないと思います。でまあ、例えばですねあのなんか大きな別荘とかあるみたいなんですけども何十億円とかするような別荘ですね今作ってるのかな、まあ、そういったやつっていうのはですね会社の資産になっている可能性もありますし、まあ、だとすると、まあ、その辺はねもう全然あの個人の,この社長とか息子さんの手に落ちるっていうことはないと思いますんで。 あれなんですけども、まあ,あの他ですね、例えば株式、これはね、あのオーナー社長あの元々のね、あのオーナーさんとオーナー一族が持ってるもんなんですけども、これはね、あのさっき話した通り、倒産であろうとですね、まどっかに買収されようと、あの株の価値はですね、このゼロになって てしまいます。まあ上昇してないんでですね、そのか株価の価格がつくことっていうのは当然ないんですけども、まあ、誰も買わないですからね。あの価値が全くなくなるものを株をですね買うような人なんていないんで、だからねこれはもう実際株っていうのはね実際ゼロになってしまうと思います。これ本当ねあのー、もしね株 あのこういった事件というかあのこういった話がね発覚する前だったら多分ねあの株の価値っていうのはそこそこあったと思うんでまあまあかなりの財産になったんじゃないかなと思うんですけどもまあこうなってしまうとですね本当株の価値は本当ゼロに近いんじゃないかというかまあほぼゼロになるでしょうね。確かにねあと残っている莫大なあの個人の資産まあこれがね当然あるんでしょうけれどもあのこれね、1つね、あのー 可能性としてあるのがですね多分ないと思うんですけども、連帯保証人になっているっていうことがもしあれば、ですね会社の倒産と同時に、ですねこのほぼほぼ個人の資産も引き上げられていってしまうということになるんですけれども、まあ、連帯保証人になっていない可能性が非常に高いです。で、やっぱりね、あのこれだけ大きい企業で、しかもそこそこですね。あの 儲かってた企業なんで,でしかもこんだけもうじゃんじゃん、ね、成長してたんでもう全然中小企業でもないですし準大手といってもおかしくないような、まあ、会社準、まあ、大手というか、まあ、大手といってもおかしくないぐらいの会社だったと思うんですけども、まあ、これだけの会社になってくるとですねいくらオーナー企業といってもですねやっぱり、ね、オーナー個人から保証を取らないんでですね、まあ、その辺は、ね、もう個人連帯あの会社の連帯保証で個人の資産を持っていかれるという可能性はないと思います。じゃあ何があるかとというとですね <laughs> あの訴訟なんですよ。で これね、あのー、3つあります。まあ、端的に言うとですね。まあ、保険屋さんまあ、保険会社と顧客あとねこれね。あんまり話が上がってないんで、ちょっとこれちょっと確定ではないんですけど、税務署まあ、この辺の可能性もね。ありますね。で、一つまずね。あの最初保険屋さんで当然ね。あのー、保険、これもう半分詐欺と言ってもいいような形でですね。保険屋さんからお金引っ張ってきてたんで、あのまあ、保険屋さんがいくらグルだったかもしれないと言ってもですね。あのー。 保険屋さんから 与えられれるリスクがありますでこれねもしあの元の社長オーナー社長からのですね指示とかがあったとすればこれはねいくらの経営から退いていたといってもですねこの損害賠償請求とかですね、まあ、そういった可能性もありますし、まあ、保険金詐欺って結構重いんでこれねほんと懲役みたいなことも十分にありえますしこの辺は1つありますねあとね、ねねこれねあのちょっと難しいかもしれないんですけど顧客からの訴訟。ですねねこれねそれぞれそぞのの顧客があの 賠償額がすごく少ないんでその辺がねちょっと難しいかなとは思うんですけれども、まあ、それでもねあの集団訴訟という形になれば、まあ、経費っていうのはです、ねまあ、裁判にかかる経費っていうのはです、ね、少し少なめにして、まあ、とにかくお金を。<coughs> 回収しようということもできるんで、まあ、そうなると数はです、ね、多いでしょうからかなりの額になっていくと思います。でこれも、ね、もちろんあのオーナーの指示とか、まあ、関与があればです、ね、あの知らなかったではあの突き通せませんしあの、まあ、当然、ね、請求も来ると思います。で最後、ね、これ全然その情報が出てるわけでも何でもないんですけども税金の話なんです。であのまあ、これ、ね、ちょっと あのあくまでも可能性があるっていう話なんですけどもしかしたらですねこの脱税をしてるんじゃないかなっていう可能性も当然ありますでこれねあの税務署かなり厳しいんで特に現金を扱う商売だからですねあのこれも税税務署結構えぐいからまあ、例えばねあの在庫の評価額が違うとかそういったが ことでもですね、あの税金を取っていくこともありますし、で税金に関してもあのまあ、当時経営に携わってたオーナーであればですね、まあ、その辺というのは支払い義務もあるんで、まあ、この辺もねもしあの税務署とのトラブルもあればですね、あのまあ、税金特にですねもう倒産するようが何しようが真っ先に金持って行ってしまうんで、あのまあ、この辺の可能性ももしかしたらですねあるんじゃないかなと思いますね。でまあ それでもでもすねあのこういった人たちっていうのは多分ね隠し財産があるんですでわからないけどですねあるかもしれないんですで、まあ、海外とかにですね口座作ってて、てそれをねあ,のあれですよこのドタバタ劇になってどさっとこう映したんであればすぐにばれちゃうんで、まあ、それはねもうちょっとできないと思うしもう出てたらまたそれはそれでも大問題なんですけども,あのもう計画的にねあのちょっとずつやってたりしたらこれねバレることないでしょうから、まあ、そうなるとですね、まあ、やっぱ勝ち抜きかなっていう可能性も出てくるかもしれないんですけどもそのような ちょっとわからないですよね <coughs> あのでもうちょっとですね最後、一つだけ気になることがあったんですけども、ツイッターで、あーちょっとねあの、書いてないんですけども、もツイッターでねあの、ちょっと気になる書き込みがありました、あのビッグモーターのですね車をその名義変更、まあ、買い取ってですね名義変更をしようとした人がいるみたいなんですけれども、で名義変更するときって、ですねビッグモーター側、もともとのですね所有者側の印鑑証明がいるんです。でその印鑑証明がですね使え なかったったていう要はあの陸運局でですね使えなかったっていうツイートの書き込みがあったんですでもしもしですねこれが本当であればですね行政もこのビッグモーターも潰れるんじゃないかなと思ってこの財産の保全措置を取っている可能性があるんでですねこうなってくるともういよいよですねもう加速的にちょっとビッグモーターを倒産してしまうんじゃないかなと思います。まあ今後ね、あのまああねののた気にななる話なんで、あのー 次動きがあったらですね、また動画を作りたいと思いますんであので、ぜひ見ていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。